自分家が騒げないからって人ん家の高級マンションで騒ぐのやめれる？良くないとこ出ちゃった。そうだよ、まあ、自分の家じゃやらないよね。絶対にやらないよ。でしょ。せーの、チェックインコマニョンです。ココです。よろしくお願いします今日結構ね、初めての画角でこれのために私はダイニングテーブルを買ったんです。すげー。これのためにいよいよタワーマンションって感じになってきたね。あぶねー。まあ危ないよ。全部全部危ないね。え、なんか聞こえた？ちゃんと住んでた隣。多分ちらのこと委託してるから対抗してきたんだ。そう、対抗したにしてはさ、防音性が良すぎてさ聞こえたか聞こえてないかの狭間みたいなやめる。それでも汗かいてるからなんでだろうって思っちゃっただけ。暑いからよ。冬です今。11月16日気温14度14度は本当か。本当だよ。誠か。誠しやか。誠ねえだめー。今日まあご飯を食べていきたいと思うんですけども、チェックインご飯食いすぎじゃねって、うん、ちょっと企画に手抜いてるよね。そうですね、っていうことなんですけども、やっぱりご飯食べたい気持ちは抑えられないんで、どうしても食べたい、どうしても食べたいので、お互いに餌を買い与えたんですね、うん、でそれを目隠しして食べていこうっていう企画です。イエーイ。もしそれが当てられたら、当てることができたら、その夜ご飯を全部食べることができます。あ、もし当てることができなかったら、買った人が食べることになります。大食い企画でもあるんだ。そうだよ、全部外して全部当てたら全部食えんの。あ、お前は嬉しいけど、私食えないかもっていう焦りが今あって普通じゃないんだ考え。そうなんだ。うん、おかしいんだね。大食いって普通の人からしたら地獄なんだ。地獄だよ。チャレンジなんだ。チャレンジだよ。私からしたらご褒美だもん。ダメなんだ。ただたくさん食べるのが幸せだからってさ、調子乗っちゃってたんだね。はーい、じゃあそれでは幸せ壊していきたいと思います。レディオえ、どうする？先行高校じゃんけんぽんしよう。うん、見ないでお願いだから。見てません。あ、あれ取ってきてくれる？割り箸。あと特にあるの。お前、うちのこと信じすぎ。その上の袋あるでしょ、その中に、他にもスーパーみたいなやつが2000あるから。パクしてるんだ。なんでパクってきた箸があるかっていうのが。パクってきたっていうのやめれる？あ、ごめん。必要本数しかもらってないんで。アダルトコンテンツじゃないこれ。大丈夫？見ないよね。見てないですせ。あー、なんかサウンドオブミュージック聞こえるよ。あー、サウンドオブミュージック。あ、そう。待って、箸置きとかあんだけど、うち。なんで？どっから取ってきたの？中国。ああ、野生の箸置きを借りに行ったんだ。捕まえてきたってことでしょ。意味わかんないこと言わないでもらってもいい？いいや。お前ってさ、どうでもいいことことごとく無視していくんだね。だからお前は人を傷つけるんだよ、そうやって簡単に、いとも簡単に。相槌下手か。相槌なんだお前。こんな人ってこと？そうだよ。早くちょうだい。お食事スタートです。まず一品目ですね。今回マジでちゃんとお前のことを考えて、うん、お前のあれにしてよ、好み。優しいんだ。ちゃんと夫婦してお願いだから。暑かったらそれが一番無理かも。怖い怖い怖い。来んの？もうか。あ、あん？何か説明しろっつってんの。まず、ね、第一品目とか言えよ。一品目。はいはいはい。はいはい。もう一回食べたい？もう食べる？ちょっと待てるか。食べてんな。うん、これラストチャンスね、うん、ラストチャンスに飢えた翼がって感じ。え、なにこれ、うん、最初に食べたのは何だと思った？イカ。これ何？きた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 。ズバリイカとエビのマカロニサラダ。え、天才。マジで、うん、ぴったり。エビとイカの明太子サラダだけど、まあほぼ正解。すごいんだね私って。うん、美味しいねこれ。ねえ、私の食事でしょ。ルールおかしくなっちゃってんじゃねえの、うん、お前。次ね。ねえ、熱いの目よしって言ってね。どう、なんか、なんて言えよ、さっきからやって目はよ。あ、いくか。これ絶対お前好きだと思う。うん。けど、ね、飛んじゃった。ねえ。ね、食べないでください。熱いからね。ちょっとゆっくりして、うん、お願い。あ、温かい、もう温かい。なになに、怖い怖い。よ、あーん。天津飯。ガチ？うん。ブッブー。答えしていたい？後でにしよう。うん、分かった。ね、に、ねえ。うざお前。超やるよそれ。絶対やるかんな。いくね。熱い？熱い。くない。
かだけに答えてもらっていい？何にそさしあー、ピアノーえ、なんでだこいつこれ分かんなかったらやばいと思う。今日の中で一番簡単。どうしても食べさせたいみたいな。もう一回言っとく。何これガチ。それではどうぞ。グラタン。あー残念です。すっごい美味しいです。最後デザートいくね。当たれちゃったねえ、うん、どうぞ。牛乳プリン。はい正解。あーやった、私のものだお前試食2個とも外してるよ。え本当、うん、見ます。お前の獲得したものはこちらです。え、今日の夜ご飯これ私の。そう。ちなみに最初に天津飯って言ったやつは明太子茶漬けです。あー茶漬け、そんなの食ったことねえよバーカシ。ドリアです。あ、ドリアか、はい、ついに名前間違えてるわじゃん。白紙だ白紙だえ、これ違かったら何シチューって思ったもん。残念だね。じゃあいただくね。ダメダメダメだよカメラを止めるな。この品々でーす。じゃあ一品目から、これラッキー問題なので2段階あります。当ててもらう。夏いのはジフフしてね。エスの準備はできてるよ。それでは一品目レディゴー。あ、すっげえ、うん、あ、むずっ。2段階の意味分かったでしょ、うん、これ成功しなかったらお前は食えないからね。うわっ辻なんだよ。そうなんだよ。分かった分かった。これ何のネタかでしょ。そうマグロ。ファイナルアンサー。うん正解。うん、コメニアン寿司ゲッツありがとうございます。それでは2品目、うん、どっちからいこうかな。本気じゃん。私笑った。あんたね炭水化物メインですからね。あ、そうなんだ、うん、でこれも簡単。いつも食べてんだろどうせって感じなんで。2品目レディゴー。うわあむずいむずいけど分かった。簡単ですよね。はい、エビピラフ。うわやー正解。じゃあピラフと寿司ゲットってことですね。あや、ペロ。お前さ、どんだけ米食うの。食べれる。大食い企画だからねこれ。じゃあ3品目ね。これちょっとむずいかも。あの目隠ししたらね、いける自信ない。嗅いだことあるにはエビピラフだったんだ。そうだと思う。あー懐かしい匂いしたもん。むすって眠れる。マジでよ。昔よく食べてた。最近チャーハンに乗り換えたから。あー浮気者なんだお前、うち許さないよ浮気するやつとか。だって別れたもんねそれで。あーかわいそう。許さない。行きます。むずいと思います。噛まないようにしてるの混ぜて。やだ、なんかちょっとさプレバトみたいな雰囲気出すのやめれる。プレバトの時のさガクト様みたいななんか噛み方やめれるか。じゃあなんか本来の姿みたいなところ言ってあげるね。エビドリアにしか思ってならないけど違うんだよね。ファイナルアンサーは。はい、さあ答えをどうぞ。アオサが乗ってる。さあお答えください。チーズドリア。ファイナルアンサー。はい、ベビー。あ、美味しい。残念。これね、食いたかったからありがたいじゃあ次、メインディッシュラスト。これ熱いかもしれない。あ、そんなにメイン買ったんだ。メイン4品でしょ。そういうことなの、うん、お前ならいけるって信じてる。なるほどね。ちょっと熱いかも、これ。お願いします。いくよ。え、ほんとに。いくよ。覚悟できた。熱いよせーの。気持ちが熱い。結構答えてごらん。トマト正解。トマト大好きだもんね。あ、
気持ちいい。人が嫌がってるとこ見るの楽しい。これはね、なんか適当に選んじゃった。自分が食いたくて、当てらんなかったらもらおうみたいな感じ。知ってるこれ。なんでこんなちょっとなの。なんだと思う。杏仁豆腐ルベー。いい、目開けてどうぞ。お願いします。なあ、ココナッツミルクか。はい、ここだけにねってことで。これはなかった。え、マジわかんない。はい、オムライスでした。なんとこういう系むずくね。むずい。クリームの味の米全部一緒に、なんかシチュー。なんでこれ買ったのかだけ教えれる。